自分の体の以外の力を使おうという、そういうコンセプトで、浪速し剣道というのができております。何気ない練習ですけれども、何度も何度もしていただくと、動きの基礎が出来上がると思います。実は日頃の歩き方を少し、変えることによって、実は剣道の打突動作の基礎ができる。これによって体重の重心移動が速くなりますので、剣道の足さばき などは非常に速くなります。立派な構えをしようとすればするほど動きが悪くなる。実は左をしっかり握って右を添えるという握り方は非常に剣線が軽くなります。